あー、西村さん、あー、よろしくお願いします。すいません、ツイッターではありがとうございます。すいません、すいません、今日の一応雨の日、寒い中、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、あんま捉えられてないんですけど。あ、そうですよね、撮影する側というかね、裏方だと思うんですけど、あの、今回その筋肉放送作家っていうツイッターを見つけて、はい、これ面白いなと思って、はい、ちょっとお声掛けさせてもらったっていう経緯で、はい、いろいろお話聞ければなと思ったんですけど、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まあ、大した人間でもないですよ、実は。いやいやいや、マスクって取れますか？あ、全然大丈夫です。取っても大丈夫ですか？ありがとうございます。気にならないけど、鼻毛出てないですかね。筋肉放送作家っていうのはどういうことなんですか？別に筋肉ジャンルに特化して何かやってるとかではなくて、ただただ筋肉が好きでボディービルやっているっていうのと、あと職業は放送作家だったんで、なんか引きのあるキャッチのある名前つけようと思ったら筋肉放送作家ってつけた次第ですね。特に筋肉ジャンルしかやってない放送作家とかではないです。そういうのは好きなんですか？あ、フィットネスですか？フィットネスはもう10年ぐらい以上やってて、で、一昨年のワールドレジェンドクラシック初めて出て、で、その時ノービスだったんですけど、まあこの先オープンも狙っていけたらなっていうぐらいはハマってますね。なんでその10年前にそのやろうと思ったんですか？あれなんですよ、もともともうなんか体脂肪率が高くて体重はちょっと多いぐらいのなんか小デブみたいな感じ、わかります？僕はそんな状態で、でなんか痩せようって思って不意にフィットネスクラブ入ったんですよ、地元の。でそこでなんか、まあ、ジムの中ってマッチョな人結構いるじゃないですか。そういうのを見たりして、あ、自分も筋トレやってみようかなって思った時に、まあ約10年前、2011年か12年ぐらいなんですけど、当時の YouTube で筋トレって調べてロニー・コールマンの映像出てきたんですよ。でそれ見て衝撃を受けて、片手90キロぐらいのダンベルでベンチやってたりしてて、当時僕が14キロぐらいしかやれてなかったんで、それ見て衝撃を受けて、なんかちょっとでも近づこうと思ったのが最初のきっかけかもしれないです。え、それってもう放送作家やられてたんですか？いや、当時は大学生ですよ。2011、12年なんで、僕が大学2年生、もしかしたら1年後半ぐらいの時ですね。あ、じゃあもうその結構大学生の時からそういう筋トレやってバキバキだったってことですね。あ、いや、バキバキになり始めたのは本当もうここ数年の話で、それまではもうひたすら食ってでかくなって、食ってでかくなってっていう、小デブが大デブになった状態です。出身はどこなんですか？出身東京の福生市っていう町ですね。田舎町なんですけど、3分の1がアメリカ人の町って言われてるところです。いや、福生市もマッチョは多いですよ。ああ、外国のいうアメリカ軍の人たちがいるからってことですか？そうです、横田基地がもう軍の基地なので、やっぱり軍人の方が特に多いので、アメリカのよりマッチョな人たちが集まった町になりますから。へえ、ちょっと生い立ちを聞きたいなと思ってて。ああ、はい。福生市で生まれてどういうお子さんだったんですか？ああ、いわゆるクラスで目立たないタイプだったと思うんですよ。なんかムードメーカーとかっている中で、まあこの放送作家って仕事に就く人自体もそういう人多いと思うんですけど、まあクラス内の人間関係とかを影から見てるような雰囲気で、ただなんか誰々と誰々がデート行ったらしい、付き合ってるらしいとかの情報はすごく食いついちゃうみたいな部分なんですよ。なんか当時前略プロフィールって今で言う SNS の始まりみたいなのあったんですよ。はクラス全員分、隣のクラス、隣の学校の人の分まで全部見てましたね。毎日ネクラだったんですか？ネクラではあったと思います。いわゆる今の言い方に例えるとしたら、もうツイッターの裏垢作って知り合い全員フォローしてるみたいな状態ですね。
テレビとかは好きだったってことですか？テレビめちゃくちゃ好きでした。まあ家がまあその両親が結構昔別れて、そこからまあお父さんと一緒に暮らしてたんですけど、父も結構飲み歩くような人で、家で一人でいるときはもう大体テレビしか見ないような状態でしたね。一人っ子ですか？一人っ子です。あ、じゃあ複雑な事情を言うと腹違いの弟はいます。じゃあもうお父さんいなくて、その、まあ、飲み歩いてて一人でずっと何を見てました？テレビ基本もう記憶も曖昧なんですけど、555とか学校へ行こうは深く覚えてて、まあ中学校ぐらいからリチャードホールとかも全部見てたんですけど、ガキツカ当時面白かったですね。もっとトゲのある YouTube の企画以上にトゲのあるようなことを当時 やられてたりしてて、そこ結構感銘受けたりはしたんですけど、別にそこでテレビに憧れとかはなかったですけどね。ただあれなんですよ、どうしようもない父親ではあったんですけど、週末はだいたい土曜か日曜のどちらか必ず浅草の演芸場を連れてってくれて、まあ、あそこって朝チケット入ったらなんか割と出入り自由みたいなところあるんで、朝から行って、それで昼ご飯でに外出てみたいな。でそこから父親はまあその一人で演芸場戻ってていいよって言うんですけど、父親どっか行くんですよ。で僕演芸場戻って演芸見てて、おそらくあれ今思えば風俗行ってたなと思って。吉原行ってたんですかね。はい、おそらくそう。でもそこで結構お笑いのネタとかいっぱい見てかっこいいなっていうのは根付いた。子供を演芸場に置いて吉原に行って、面白いですね。あんまりフューチャーしてほしくない部分であります。今もお父さんはお元気なんですか？2年半前に脳梗塞で倒れて、今老人ホームに入っているんですよ。 あれ今おいくつなんですか？今28です。あ、そうなんですね。結構貫禄があるように見えますけどね。あ、体でかいからですね。なんかフィットネスやってる人老けてません？大会に出ようと思った理由って何かあるんですか？もう元々憧れではいましたね、ボディービルダーさんに。で出たのは一昨年、去年一昨年なんですけど、本当に出たいって思ってたのはもう22ぐらいから思いだけはありました。なかなか踏み出せず、実際多分20歳になる前ぐらいに筋トレを始めて、そこから22ぐらいにはもう出ようかと思ったんですけど、そこそこ絞れた時もあった。ただまあ、当時大会っていうと、僕 JBBF のいわゆる日本選手権とか、あと東京オープンとか、そのレベルしか知らなくて、で高いんですよレベルが。なかなかその上級者の中の上上級者しか、その時当時って裾野がなくて、出れる大会なくて、それで諦めてた部分ではあります。もうまだまだだなって自分に言い訳して、NPCJ のとか、あとサマースタイルアワードっていうのが約3から5年前ぐらいから目立ち始めて、ただ僕の中でベストボディとかサマースタイルアワードって目指す体ではなかったんですよ。ちょっとモンスターな要素が憧れではあったんで、それを見た時にNPCJ って化け物じゃないですか。だけど割とそのノービスクラスといいますか、初心者の人たちにも裾野広くて、あとフィットネス YouTuber の台頭っていうのがちょっと僕の嫉妬心煽り立てましたかね。あの辺の方々が目立ち始めた頃に、なんか自分の年齢とかまだ若い、まだ大丈夫って言い訳してたのがすごく悔しくなってきて、全然年下で活躍しますし、あともう一個だけ言い訳させてもらうと、22から24までいわゆるテレビの AD やってたんです。でもいわゆる局の中でずっと寝泊まりするような近い生活してて、その時はジム行ってたんですか？一応行ってて、ゴールドジム中野店に一応入ってました、ね、
ただなかなか行く機会もなかったんで、まあ場所を言うと湾岸スタジオでよく働いてたんですけど、そこの階段とかで懸垂したりとか、ゆったりプッシュアップしたりとかっていう、もうごまかしにもならないような筋トレばかりして、ちょっとじゃあ、戻るんですけど、そのまあ演芸場通ってたっていう時期があって、はい、でそこからそのまあ中学高校ってどうなっていくんですか？中学高校はもういわゆる普通の青春かもしれないですね。部活でいうとバスケ部両方とも所属して、女の子にモテるために奔走してモテずっていうので、ただあれですね、割とそこからバラエティ色の強い番組っていうのがやっぱり中学生ぐらいになると目に入ってきて、別にそこで裏方志望ではなく本当は芸人に憧れたんですけど、ここで松本人志さんとか放送室も聞いて、あ、なんかこういう世界いいなっていう、なんか尖ってるじゃないですかお笑いがそう見えた時にお笑いに対する憧れが強くなってったのが中高ですね。言ったら高校2年生の時に一回もう本当に芸人になりたくて、演芸場をよく出てるその漫才協会の本部まで行ったことあるんですよ、芸人ならせてくださいと。ただなんかそこで担当の人に、まあ応接してくれた方が言ってたのが、大学出てその時にまた同じ気持ちがあったら来てくださいって言われてまして、そこから大学行ってですね、大学では落語研究会に所属してたんですけど、漫才とかコンビしてました。大学は結局まあ普通レベルの大学に行きまして、日本大学なんですけど、まあ、ただ日本大学経済学部っていうところが落語研究会が結構発達してたといいますか、割と伝統ある研究会ではあったんですよ。落語家先輩でいうと柳家京太郎さんとかも出てて、あとまあテレビ演出家でいうとテリー伊藤さんなんかが卒業した学校でもあって、まあなんかちょっと一個縁はあるのかなっていう期待を胸に入学して、お笑いの門を叩いたのがそこでした。でそれで落ち研に入ってどうするんですか？そっからまあ漫才コントとかいろいろとやってはいくんですけど、その中で表現者としてうまくいかない自分もいたりするんですよ。自分で書いたネタ、ここの笑いポイントが面白いはずだって言ってもどうもうまく演じきれず、どうもうまく間を詰めきれず、思った通りのネタに転がらないというんですか、そこでなんか徐々にお笑いに対してひねくれていくという、ああ自分向いてないのかなっていう思いが出てきたんですよ。ただなんか別のもう僕が相方当時途中いなくなったんですよ、お笑いなんかその人がやりたくないって言いましたっていう時に、あの別のコンビのもう両方ともネタ書けないようなコンビのネタ書いたりとかする中で、まあもちろん台本通りにはうまくいかないですし、本人たちの解釈通りの解釈にのっとった間の取り方っていうので漫才が進められて、僕の思い通りではないんですけど、僕の用意した台本で、あ、こんな転がり方するんだっていう面白さの部分に惹かれてって、もうそのコンビのネタを書き続けるっていう期間が大学4年間の中の半年ぐらいありましたね。へー、今なかなかいないと思いますけどネタ作家の状態ですから、その時は。あともう当時筋トレにハマっちゃってたんですよ、大学1年の終わりあたりから、はい、だからなんか自分にはそっちの逃げ場所もあるんだって言い訳してた部分もあるかもしれないです。俺筋肉キャラだからっていう。それで就職はどうするんですか？就職はテレビ制作会社に入りました、ね、それはなんでテレビ制作にしようと思ったんですか？本当はストレートにサッカー目指したかったんですよ。もうお笑いの裏方としてというか、そっちで生きていきたかったんですけど、放送作家になる方法もわからないですし、あと養成所とかを調べても入学金40万、渡辺に関して60万とか
かかるんで、ないと貯金も全くないし、むしろ借金しかなかったんですよ働くしかないっていうので、でもまあ放送作家はその時になりたいなっていう思いはどこかにあったので、それでテレビ選んだ。それで何の番組作るんですか？ CX の特番班でモノマネ紅白歌合戦っていうのを主にやってる班に入りました。いわゆる半年に1回のモノマネ紅白歌合戦と、年末に放送するモノマネ王座と、あとフジテレビが時々やる特番とかのお手伝いに随時行くような遊軍に近い形の AD でした。それを2年ぐらいやる？2年やりました。で、2年の間にお金200万ぐらい貯めたんですよ。へえ。で、もうその時は正直ディレクターっていう仕事も慣れたらなりたいなって思って、放送作家じゃなくてもこっちでもいいかなって思ったんですけど、ただ当時僕が見ていたディレクターの働き方がまあ仕事に追われまくってまして、僕どうしてもフィットネスっていうのは続けたかった。自分でスケジュール管理できる仕事なんだろうっていう、当時の頭では放送作家しかなかったんで、仕事辞めて放送作家の養成所入りました。あ、そういう道に行くわけですね、はい、誰かのつてで弟子になるとかじゃなくて、また一から勉強し直すみたいな。これあんま使ってほしくないですけど、当時僕が接してた作家さんの中に尊敬できる人はいなかったです使いたいなんか毎週じゃないですけど、時々送られてくる宿題案とか見ても、俺のが面白いけどな。まあ特番のね特殊ですよね、うん、いやー、うまみしかないポジションだと思います、作家の中で確かにそうかもしれないですね。いざ今なってみたらこんな辛いんかって毎日です。いやー本当にそうですよね、作家さんなんてね、うん、今厳しいですよね。もうぐったりっていう毎日が続きますね。ちなみにそれでお勉強するじゃないですか、どこに行ったんですか？日テレ学院っていう日本テレビが麹町で主催してる養成所があって、そこに入りました、放送作家コース。それでどんぐらい勉強するんですか？勉強自体は週1回半年ぐらいなんですけど、僕らの期の先生たちが当時なんか仕事忙しくて、スケジュールリスケリスケリスケで授業が毎回飛んだりしたんで、結果1年通いました。あれ金額は変わらずですか？金額変わらずです。え、何やるんですかその勉強って？企画の考え方、構成の仕方、あとまあ企画のずらし方とか台本の書き方、ナレーションの書き方っていうベースのものは教わったと思います。あの生きてはないんですけどもう実践で AD で、ね、その場で見てた方が勉強になったんじゃないですか？なんか教えられる台本とかもテンプレート、あ、こんなあるんだって分かったんですけど、それをいざ現場で使おうとするとテレビの制作現場ですとか YouTube の裏側とか配信番組、ネット番組とかの媒体によっても形式違うし、演出によってもむしろもう細かく細分化すると担当するディレクターごとにやり方は変わるしっていうところで、テンプレ学んだところでっていうところなんですよ。あとそれもあんま面白くなかったですしで、その1年間は何かやってるんですか？仕事は何にもやってないです。あ、じゃあもう貯めた貯金で食いつないでいく？あ、そうですね。あ、ただ父の会社も建設会社で、そこでアルバイトが欲しいっていうことで、それは僕がやってました。なんかせっかくだったら知らん人よりも知ってる人にお金渡る方がいいっていう父の配慮でしたね。で、卒業しますってどうなるんですか？そっから別に行くあても本来なかったんですけど、今の所属している事務所の社長が若手作家が欲しい
ていうことで面接受け行って、それで所属っていう形でした。それをその日テレ学園から紹介されていったって感じですか？そうです、そうです。で、日テレ学院の卒業生おそらく20人ぐらいは受けて、で、そこからいろいろトライアルとかあったりはしたんですよ。企画案、ネタ出しを週1で出したりだとか、あと番組のリサーチっていうのをやって、テストみたいなことがあって、それで僕は受かりました。ちょっと心残りなのは、当時一緒に日テレ学院で学んでた人たちっていうのはもう別の業界にほぼ全員いるので、それだけは悲しいですけど。あ、みんな作家してないですか？もうしてないですね。てか慣れなかったっていうのが深いですかね。やっぱ慣れる人慣れない人いますもんね。いやー、難しい世界ですよね。またね、確かにどうなってなったらいいか分からないっていうのはまず1個ありますよね。今でこそ僕はなった後なんで、なり方っていうのもいっぱい見えてるんですけど、なり方なんて関係ないんだなと。確かにAD からそのまま作家ですとか言ってやっちゃってもね。そうなんですよ。良かったかもしれないですもんね。何かのプロセスを歩まないと自分はこれ語れないんだっていう思い込みがもうただただ足かせになってただけですね。まあでもその1年間やって、そこにまあ今の会社に入れたっていうのは、まあ一応プロセスとしては良かったっていう感じですね。それで25から作家開始ですかね、やっと。っていうことはまだ3年目ってことですか？そうなんですよ。だから作家としての大きい功績っていうのはまだ上げてないんですよ。今どんな番組やってるんですか？今地上波ですとリサーチっていう立場で体育会 TV ですとか、あと夜会も時々来るかなってぐらいですかね。で、まあ構成業務です、特番とかになるんですけどね、そういうのちょくちょくやってっていう感じです。作家になってから巡り会えた人たちっていうのが結構僕も運が良かったんで、そこそこは稼げてる方なのかなとは思ってます。もしあのまま AD 続けてたら、今父のお金といいますか老人ホーム代が月11万ぐらいかかるんですよ。多分 AD 続けながらだとそれ払えなかったので。でも今それ払えてるってことはそこそこいいのかなって、自分では向上心も持ちつつ満足してる反面もあります。なんかツイッター見てたら、はい、ジムで会議やってるみたいなことなんかつぶやいてましたよね。よく拝見されてますね。よく見られてますね。あれは何なんですか？僕が2年前ぐらいにフジテレビの青春 TV っていう番組の、まあ、構成に入らせていただいたんですよ。その時にその番組の総合演出をやっていた、まあ、当時フジテレビ勤務だったマイアミケイタさんっていう演出の方がいらっしゃいまして、その方もめちゃくちゃ筋トレが好きな演出の方なんですよ。でもうノリも良くて、なんか総合演出と若手作家っていうよりもなんか部活の先輩後輩みたいな感じで寄り添えるような人でした。でよく筋トレのゴートレとか行ったりするんですよ。そこで新しいコンテンツの話とかもちょこちょこ挟みつつ、9割筋トレトーク、1割だけ何か企画ないかなっていうのがあの筋トレ会です。面白いですね。なんかよくあのタバコ会議みたいなのが、ね、昔あったじゃないですか、はい、なんかそんな感じってことですよね。ああでもアイデアは折りやすい環境なのかなとは思ってます。筋トレ会議も一個話をしてて、まあその時は楽しんであまり行き詰まる瞬間はないんですけども、仮に行き詰まった時に一回ベンチ挟もうかって言って、あんなもう120-130キロと向き合っている時って頭真っ白になるじゃないですか。他のことなんて考えて余裕がなくて、その結果ワンレップ終わった後にこれってさっていう感じで思い浮かぶ瞬間はあるかもしれないです。ロジック一緒かもしれないですね。頭で考えてるだけだと。それ新しいですね。新しいですよ。もっともっと広めてはいきたいですけど、筋トレやってる業界人が少ないです。ジム会議面白いですね。どうですよ、テレビ業界もっといていいと思うんですけどね、筋トレしたい人。
好きな仕事したいですね。今なんかやりたいなってなんか企画してることとかあるんですか？それこそフィットネスジャンルでどんどん広げていこうと思ってて、一応一個記事媒体といいますか、そこのインタビューっていうのも最近させていただいた。フィットネスっていうのをテレビで扱いたいんですよ、ちゃんと。今のテレビのフィットネスの扱いっていうのはどうしても視聴者目線には際物に見える部分があると思うんですよ。一個異質な存在といいますか。ただフィットネスってそも僕の中では寄り添っていけるものではあると思うんですよ。フィットネスがもっと日本に根付いてテレビでやっても視聴者が能動的に見れるコンテンツになったらすごく可能性広がるんですけどね。それはもうフィットネス界だけではなく外側から見てもちょっと注目度上がったなっていう瞬間はちょこちょこあったんですけど、文化として根付かないですね。根本日本人が働きすぎなのもあるかもしれないですけど、そういうところに余裕を持ってないって感じなんですかね、あとやっぱりこれはメディアが作った功罪だと思うんですけど、筋肉イコールお笑いとの結びつきというんですか、ダサい方のお笑いとの結びつきのイメージ強くないですか？確かに。ただやっぱりメディアっていうところが面白い引きを作るってなると、どうしてもそのフィットネスやってる人とは思いの違う部分を取り上げちゃうじゃないですか。それこそ某局の女性フィットネスの人たちを扱った番組とか、あ、最近のじゃなくてちょっと前のなんですけど、もうやっぱりエロカット多めでしょ。まあそういう目線で見ちゃうんでしょうね、分かってないとね、そこを引き立たせろっていう、まあ確かにマスに刺さるっていう意味では正しいんですけど、フィットネスっていうものを大切に考えた時には明らかに間違った行為ではあるので。あ、でもなんか青春でやってましたよね。あ、あれ一応企画提案させていただいて、爆食、爆食のやつですよね、なんかチートデーのやってましたよね。やりました。あれ企画したんですか？あれはそうですね、最初提案させていただいてマイアミさんも乗ってやろうってなって、会議室で乗って、会議室も40人ぐらいいたんですけど、乗ってんの僕ら2人ぐらいです。マイアミさんはやってたんですか？筋トレ好きだった。やってて、それこそ NPCJ のノービス出たことあるかと思います。あ、そうなんですか。サマスタ、サマスタの方出てたかもしれないです。それこそもう大学生ぐらいの時はボディービルも出たっていう話も聞くので、ちょっと話聞きたいですね。あー、全然。いや、すげえ面白かったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。全然カットでもいいですよ。いやいやいや、すげえいい話を聞きました。ありがとうございます。本当ですか。はい。